こんにちは、南雲時計店です。今日も YouTube を撮っていこうと思います。いつもは午前中ぐらいに撮っておくのが多いんですけども、今日はちょっと忙しくってここになっちゃいました。前回前々回と時計を買った後、まあこれだけはちょっとお願いしたいことっていう感じでちょっとお話しさせてもらって、まあ、時計を買った後、まず請求保証書、時計を買った後に正規保証書をなくさないでねというのが一つでした。これどうしても、修理の際とかの割引になりますので、正規保証書はなくさないで、常に、箱と一緒とかにしておいてください。それから二つ目は、カレンダーを夜の時間帯に早送りしないでください。機械式時計などは特に夜の時間帯に、早送りを、カレンダーを早送りすると故障の原因になるので、それはしないでねっていうお話をさせていただきました。で、今日は3つ目とは違う新たな、まあちょっとお話になるんですけども、腕時計の保管方法。まあ多くの腕時計、まあステンレスでできているものが多いんですけども、で、日本人はこういうステンレスブレスレットが結構好みなんですね。で、例えば僕みたいに毎日つけてる人はそんなに関係ないんですけども、例えば週に1回とか月に1回とかたまーにしかつけない人、特にたまーにの人はつけた後すぐまたあのメーカーのボックスとかにしまうと、この隙間に入った汗、例えば人間普段こうしている時も汗かかないようでいて、実はふわーっとこうわずかな汗を常にかいているんですね。だから特に夏場なんかこう、ここの時計を外したらびっちょり汗がついているような時は、きれいに汗を拭き取って、で、乾燥してからしまうんだったらいいんですけども、外したそのまましまうと汗がこのベルトとかについたまましまうんですね。汗って塩水なんですよ。塩水がついたまま狭い空間に入れるっていうのは、大げさに言えば塩水つけてビニール袋に入れたらどうなるのっていう話になるんですね。だからすごく良くないので、めったにつけない人ほど逆に、時計はよく拭いて、で、3日ぐらい普通にその辺に置いて陰干しして乾燥させてからしまってください。そうしていただくと、ステンレスブレスレットの中とか、あとは例えば革ベルトでもバネ棒のところとかが錆びない、あとケースの裏蓋とケースの隙間ですね、そういうときに錆びが発生しないので、非常に防水が長持ちして、防水が長持ちするってことは湿気やホコリから機械を守るから、時計が長持ちするっていうことだから、時計の保管方法は、よく乾燥させてきれいに拭いてからしまうということです。覚えておいてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。